大木一号古墳は、岐阜県各見原市宇沼台、大、町にある円墳。正式には大木一号墳といい、大木古墳群に属する。大木古墳群の中で最も完全に残っている、古墳である。隣接して二号墳と三号墳があったが、両南小学校建設の際、石室などの状態が一号墳よりも悪かったことから、 残す古墳を一号墳のみとして、祈祷の上作編された。被走者は、墳丘や、石室の規模、副装品の内容から、当時の木曽川流域一帯を、勢力圏とする有力な豪族であったと考えられる。鏡ヶ原大地の南縁から木曽川に向けて突き出す、大地の北端部に位置し、西方約三百メートルに所在する、前方公園墳の船塚古墳ともに、 総数80基以上からなる大木古墳群の中心的な地位を占める古墳である。1982年11月の各見貝原市立両南小学校建設に伴う発掘調査の結果、墳球の大部分が大地の地山を削って作り出された直径約30メートルの円墳と推定され、墳球の周囲には北部から東部、 南部に掛け幅約5メートルの間掘りが断続的に回っていた。噴球の内部には南に開港する横穴式石室が構築されている。埋蔵文化財調査センターにて撮影岐阜県、各ヶ原市湯沼台行き町4丁目425交通アクセス。ありがとうございます。